ドリームコア。ドリームコアは、各レベルの最後に到達することが主な目的である、限界空間の探検と謎解きゲームだ。最後に出口にたどり着けさえすれば、空間内を自由に探索することができる。カメラは昔の VHS テープを彷彿とさせるインターフェースを持ち、ザ・バックルームズに入った時の感覚に忠実なグラフィックを心がけている。では行こう。ドリームコアの世界へ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、新しい探索ゲーム、ゆっくりおりんなのだです。というわけで本日は、ドリームコア、というゲームをやっていきましょう。はい。このゲームのルールは簡単。出口にたどり着くことができればクリアです。出口に着くまでにしなきゃいけないこととかある感じ？基本は自由に探索していていいみたいですね。いろいろな空間を見ていこうじゃないですか。なるほどね。探索メインってことは空間に力を入れている予感。楽しみね。そうですね。では早速やっていく前に。このゲームはデモ版でまだ一つの空間でしか遊ぶことはできません。製品版は近日中にリリース予定なのでもうしばらく待っておきましょう。了解よ。それじゃあニューゲームでやっていきますか。ほうほう。今遊べるのはドリームプールなのね。製品版では全部遊べるようになっているのでしょう。ではドリームプール行ってきます。さあやってまいりましたドリームプールです。動けるようになったわね。どうやら私たちはここから落ちてきたようですね。これは、ウォータースライダーでしょうかね。ウォータースライダーの先は、誰もおらず、自らが発する音しかない完成なプールだったと。ねえなんで今屈伸したの？ん？そんなことしてないですよ。そう？それならいいのだけれど。では先に進んでいきましょう。にしても、このゲームやたらと静かじゃないですか？もともと BGM はついてないし、効果音は響き渡る足音のみね。あとすごいのが、わかりました。このゲーム、走ると風を切る音が聞こえるんです。すごくリアル。正面に何か書いてあるわよ。何これトースターですかね？音符書いてあるしラジオとかじゃないかしら。ああ、なるほど。なんでこんなところに？音を楽しめという運営さんの思いが綴られていたんじゃないかしら。なるほど。素晴らしいアプローチですね。ちょっといいですか？どうかした？いや、視覚以外の情報があまりなくて、本当に静かなので、なんというか、不安になるんですよ。人の話し声はもちろん、風、鳥のさえずり、なんなら波の音すらない真の静寂。まさかゲームでこの手の恐怖を体験する日が来ようとは。周辺の空間が統一性がありすぎて、かつ現実と非現実的な空間が混在しているのも要因よね。せめて BGM でもあってくれると怖さは和らぎますが、あえてそれを排除したこのゲーム。クオリティが高すぎる。さて、正面を見てください。扉の先注意の落書きがあります。誰があんなところに書いたのかしら。全然気がつかなかったわ。何これ？巨大な仮面をかぶった人型の何かですね。どこかで見たような。オーガポ。それ以上はいけないわ。あそこだけは敵に回すとまずいの。ザ・バックルームズより数倍ヤバい未来が待ってそうなので先に進みます。さっきの空間とは違って薄暗い空間に来ましたね。さて、じゃああれをしましょう。あれってまさか水に入ること？当たり前じゃないですか。それ以外に何があるというんです。15分ほどのプレイの中で初めて水に入ったと。そうです。これまでの足音が水を押しのける音になって、なんと落ち着く空間でしょう。っていうかよくここまで水に入らなかったわね。入らなくても十分楽しめちゃうんですよね。さっきから登ったり下ったりの繰り返しですね。現在地の把握とかもう無理なんじゃないかしら？その通りでもうどこがどこなのやらですよ。と飛び込んだからといってバッシャーンとはなりませんでしたね。シンプルイズベストってやつ？多分そうなんでしょうけれども。ニコちゃんマークの巨大風船か何か？なんでしょうかね。ひえ？ちょっと離れましょう。いや近づくわよ。なんでー？こんなに優しそうなニコちゃんマークがエンティテみたいに襲ってくると思う？いやまあそうですけれどもね。これ押せるんですかね。無理っぽいわね。不気味だ。不気味すぎる。明るいし、ジャンプスケアとかがあるわけでもないのに感じるこの恐怖。リミナルスペース全開でゾクゾクします。ひょっとしてド M だった？人の話はちゃんと聞きましょうか？ごめんて。とにかくあの子相手に他にできそうなこともないので先進みましょう。そうね。
お、これは、巨大なウォータースライダーねー。色は紫ですね。ひょっとして、私たち以外にもウォータースライダーで運ばれてきた人がいたりして。運ばれてきたものが人間だったなら、ぜひとも接触したいところではあるけれど。恐ろしいこと考えないでもろて。でもこのウォータースライダー大丈夫なのかしら。吐き出されたら水突き抜けて固い床に激突しそう。そんなこと言うんでしたら、私たちは最初容赦なくタイルに叩きつけられたわけですけれども。そういえばそうだったわ。逆走もできないか。特にできることはなさそうなので次行きましょう。わかったわ。おお、植物だ。これまで無機質な白いセラミックタイルに囲まれていたから、たとえ植物でも生きているものに会えて嬉しいわ。生命、に会えたことに対してこんなにも喜んだのはいつぶりでしょうか。いろいろ大変だとは思うけれど、この空間でも大きく育ってちょうだいね。そういえばですよ。このゲームは、ドリームコア、って言うんですけれども。そうだったわね。モデルになったのはザ・バックルームズの空間らしいんですよね。ってことはここってモデルになったのはレベル37の可能性が大きいってこと？そうですね。白いセラミックタイルで統一された技術的デザイン。空間を覆う青緑色の水。言われてみればあそこに似ていますね。なんだか広いところに出ましたけれども。これは、何個も通路が確認できるわね。ハブみたいなところかしら。そうかもしれないですね。ってことは空間の中心部ってところでしょうか。わからないけれど、これで行けるところがめちゃくちゃ増えたのはわかるわ。まずはこっち行ってみますか。他の通路よりも統一性がなく異質ですし。本来はここを通ってあそこに行き着くのかしらね。いやー、わかりませんね。だんだん見えてきたけれど、アーチ状の道かしら。いや、これは、構造物ですね。へぇ、何かしらねこれ。おそらくなぜ建築され、なぜ配置されたのかなんてわからない。ただここにあるオブジェクトなんでしょう。なんて美しくて不気味なオブジェクト。最高ね。VHS 風の映像ではどうなっているのかよくわかりませんね。もう少し近づきましょう。ワクワクね。近づいてみてわかったんですが、これもセラミックタイルで構成されているようです。レベル37、家プールルームの大きな特徴。アーキテクチャは多様だが、設計は厳格、だってのをよく再現しているわね。そうですね。にしても、すごいなぁ。上から見えないのが残念ですね。そうね。できるなら登ってみたかったわ。じゃあ次行きましょう。入り口はこんなにも明るいのに、通路の先は嫌になるほど暗いんですけれども。このゲームってフラッシュライトとかある？ないですね。進めば自動的に路光調節してくれるのかな。ああ、なんとなく向こう側が見えてきたわね。よかったよかった。まだ十分暗いんですけれども。周りの構造は大まかには変わっていないはずなのに、光がないとより一層不気味ね。そうですよ。あ、明かりだ。ひとまず暗いゾーンは抜けたみたいね。ああ、怖かったよー。今度は緑色のウォータースライダーに出くわしましたけれども。この感じを見るに、かなりウォータースライダーのバリエーションは豊富そうね。確かに、もっといろいろな色や形がありそうですね。全種類見つけてやりましょう。計り知れない時間がかかりそう。うむ、またちょっと違う空間に来ましたね。かしら。すごい、吹き抜け構造の最上部ですね。これまでで一番大きな植物が育ってるわね。確かに、これは観葉植物とかではなく、木、ですしね。天井もくり抜かれてますから、植物が育つにはバッチリな空間なんでしょうね。元気に育つんだぞ。いやー、いいもの見ることができたわ。ああいうちょっとしたアクセントもいいわよね。そうですね、緑が映えます。でもって今度は水色のウォータースライダーね。よく見たら下にも通路ありますね。降りることはできないの？あ、階段続いてるじゃないですか。ここから下に行けそうですね。行ってみますか。ウォータースライダーも気になりますが、左の壁の先がどうなっているのかも気になります。この場所ね。おお、上からだとよくわかりませんでしたが、近づいてみると、奥に道続いてますね。行ってみますか。了解よ。道なりに進んでいたら、三角形の通路ありましたよ。三角形は初めて見たわね。そうですね。先には何があるんでしょうか。うん、また三角形の通路見えてない？確かに。ってことは。ああ、やっぱりハブみたいなところですね。また行けるようになった場所が増えましたけれども。全部回り尽くすのに一体どれほどの時間がいるのか、が気になるところで今回はこの辺にしましょう。次回もこのゲームをやろうと思います。やめ時がわからなくて無限にやっちゃうのはなよね。そうなんですよ。ってなわけでまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。その日から始まるのは